これ、あの、MC の名前なんですが、チンザドーブネス、バーサスマカ。今まで見た中で一番って言えるなっていう動画だったな。本当に？いや、すごいね、それ。ハロー、こんにちは。見える？聞こえる？はい、はい、はい。あー、オッケー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 。はい、というわけで。めっちゃ緊張してるわ。うそ、緊張してんの？いや、ほんともうなんか座談会みたいな感じなので、適当でいいからね。はい、はい。ちょっと、とりあえず、自己紹介、お願いします。アロです。年齢は20歳です。はい。よろしくお願いします。お願いします。というわけで今日の好きな、まあ、テーマというか語りたいことが MC バトルということでよろしいでしょうか。はい、はい、よろしいです。あの、事前にハロさんにおすすめの、まあ、バトルをね教えてもらいました。本当もう私の知識なんてもう最低限なのでなんかいや見てくれたのはすげえ嬉しかったというか、なんか見てる様子をなんか放送かなんかでやってるのをこちらにしてて、作業配信しましたね。そう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 、なんか上がってるのを見て、うお、上がってる、嬉しいって思いながら。数ある動画の中からすごい激推しされた、チンザドーブネス VS マカということで、まあ、この動画を見てくれという話でしたね。うん、間違いなく、今まで見た中で一番って言えるなっていう動画だったな。本当に？いや、すごいね、それ。多分ね、めっちゃ厳選してくれたと思うわけよ。すごいいっぱい好きなやつあると思うんだけど。いくつか理由があるんだけど。おー、教えて教えて。チンザドーブネスが、3回目の部分で、うん、本人が上がりきって踊りながらノリノリで歌ってる様子はもう初めて見た人誰もがうわって なんだこのおっさんはってなる。おっさんは確かに。うん、あとはあの速い音楽に合わせてこう、うん、2人がラップしていく中でのすげえこんな即興でこんなやり取りがあったんだっていうのを知れてなんかすごいなと思って。確かに確かに。というのも元々8小節の4本いやほんとそれね。で、戦うはずだったんだけど、うん、マカが間違えて20小節やっちゃう。ね。で、後から自分が間違えてたってことに気づくんだけど、もう結局やりきっちゃう。うん、で、やりきる途中の中で、チンザドーブネスが、あ、これ、16小節の4本にこう変えようっていう風に DJ の方に目配せして、はいはい、DJ も OK みたいな感じのやり取りがあって、急遽8小節の4本だったのが、16小節の4本で戦うみたいな感じになって、バトルを盛り下げないために、DJ の人にこう、急遽変更させたりとか、なんかそれに合わせて戦ったり、うん、コンマ数秒の中ですごい判断をいろいろしてる、いろんな人がいろいろしてるのを見て、すごい、これやべえなと思って。いや、ほんと。で、しかもさ、私が見てて思ったのがさ、このミスったことをさ、ディスらないじゃん。あ、そうそうそう。それがね、もう一つの好きな要素の一つで、はいはいはい、バチバチに殴り合ってんのもそれはそれでかっこよかったりとか、うん、お互いのバックグラウンドがあるからこそ殴り合ってるっていうの分かって面白いんだけど、うんうん、なんかピースでお互いを尊敬してる戦いがこれに出てるからすごい見てて微笑ましいというか。うん、分かる分かる。そうなんだよね。マカの戦い方は結構聞いてて音で楽しむ。はいはい、そうだね。戦い方で。なんか、グライムっていう音楽をバックグラウンドにやってる DJ の人で、そう、相手は返し方として、お前何言ってるかわかんねえよ、みたいな感じで返すのが基本的なんだけど、なんか、チンザドーブネスが、早すぎてどっちが言ってるか、何言ってるかわからねえよ、お互いって言ってるとか、そういうところに、こうピースな感じというか、うん、すごいもう何回見ても面白いというか。このチェンザドープネスという、うん、なんかヒョロヒョロのおじさんが不思議な動きしながら不思議な歌い方で歌うのがめっちゃ面白いから多分見てみたら面白いんじゃないかなって。あのコメントで紙風船とか言われててめっちゃ笑ったんだけど。あの、唯一無二感がすごいよね、あの人。唯一無二、そう、唯一無二なのよ。いや、今回ちょっと、チンザさんが私好きすぎて、ハマりすぎて、結構いろんな動画漁ったから、ちょっとその話も後でしたいです。本当にやった。はい。事前にね、ハロと喋った時に、MC バトルというものの楽しみ方について、まあ、教えてもらいまして、まあ、1個目がまず動画を普通に、まあ、何の先入観もなんかこう、フラットに見てほしいっていう風にまず言ってもらったよね。見ました。で、うん、次のハロのおすすめが、コメントを見るっていうね、コメントで歌詞を見てくれっていう風で、
そのなんか、文字起こしがね、やっぱ好きな人が必ずいるから、コメント欄にさ、その歌詞をすごい詳細に書いてくれてる人とかいたので、そう。さらに、もう一個解説動画を見るっていう風にね、教えてもらったじゃんね。で今回教えてもらったのが、新平太さんの動画だったんだけども、すごいね、見やすくて、こういう風に聞いてらっしゃるんだなと思って。で、最後に、まあ、このコメントで歌詞を見て、解説動画も見て、もう一度動画に帰ってくるっていう見方をするといいですよって、ハロに教えてもらったので、その通りにしました。めっちゃ嬉しい。じゃ知った上で見たらね、すごいこう、楽しみ方がいろいろあって、面白かったんだけど。実は、楽しみ方もう一フェーズあって。おー、教えて教えて。で、その話を、この動画の中で言おうかなって思ったんだけど、その放送で見た時に、チャコがもうすでにできてたから、うわ、できてる、できてるって思いながら、何もう一度言うんだけど、はい。コメント欄の中で、使われてるサンプリングの本家に行くっていう。はいはいはい。あ、やったね、私。やったやった。そう。なんだ、分かってんじゃんって思いながら、その、楽曲からその歌詞を引用したりとか、その戦いのビートの原曲の歌詞を使うとか。はい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 。あとは相手が別のバトルで使ってた、有名なそのバトルでの言葉を自分流にアレンジして使ったりっていう風ないろんな広い解釈ができるんだけど、そのサンプリングの元をもうコメント欄見れば元の URL を貼ってくれるから、それを開いてそっちに行って、あ、確かに使われてる、確認して本家戻るのがもう一個あると楽しいっていうか。いや、それ思った。一番最初はマカさんのさ、バウっていうところから始まるじゃんね。いやー、ビート聞いて一発でそれパンって合わせてるから、それはもう超すごいと思いながら。いや、ほんともうセンスよね、すごいと思った。自分でなんかルーティーンみたいなのができるとめっちゃ楽しいよね。めっちゃ楽しい。好きな動画は何回もループする癖あるから。いや、それめっちゃ楽しいって。しかもなんかそうやってさ、こう飽きずにね、こう新しい味わい方を見つけて、あ、もう一回もう一回ってなるのってめっちゃいいよね。めっちゃ待ってます。もう聞いてるだけで楽しいわ。すごい楽しい。生活がもうそれに侵されてるから。もうずっと見てんだ、じゃあ。見てるね。友達は好きな人とかいる ?MC バトル。はい。同じ時期ぐらいに、ハマり始めて、もう会ってずっと、どのラッパーが好きだとか、ああ、いいね。このラッパーはこうで、みたいなのをずっと喋ってるような友達が。最高じゃん。ね。一番悩む議題が、好きなラッパー誰が一番悩む議題というか。だってさ、無限にいるでしょ、絶対。あれちゃん、好きって言ってもさ、いろんな部門があるじゃん、多分ね。あるあるある。でもね、例えば、韻の上手い人でもね、いっぱいいるから、本当にね、難しいなって思いながら。そうだよね、決めかねるよな。だってなんか、決めかねる。MC の人ってさ、なんか総合力なところがあるじゃん。こう、韻だけ上手でもやっぱダメじゃん。うんうんうん。だから、なんかさ、この、じゃ一部分、韻のところを取って、一番って言ってもさ、いやいや、他の要素足していくと、この人もいい、この人もいい、みたいになってくるもんね。あ、いいな、そういうなんか終わりのない、語り合い楽しいよね。終わりないね、語り合いが終わんないね。送った動画の他のバトルの話もちょっとしたいな、ワクワクって思いながら来たんで。あ、本当に？インマンとさ、呂布さんだったっけ？あ、呂布カルマンと戦いか。あ、見た。呂布さんも結構好き。あれはね、かっこいいんですよ。かっこいいんですよ。多分なんだけど、送った動画で、インマンとニガリの方から、送って、あっちの方だと、よりインマンらしいというか、団内のインマンの戦い方だなっていう感じで。なんか、こう、らしさがすごい出てるよね。らしさが出てる。なんかこう、相手のことガン無視で陰踏んでる。なんだけど、呂布さんとの戦いは、ちょっと大人になったインマンというか、ちょっと相手に返しながら戦ってて、ちょっと強くなってる。ああ、なるほど。なんだけど、呂布が強すぎて、まあ負けちゃうよねっていう感じの戦いっていうか。呂布さんはすごい、うまさを語ろうとすると難しいところなんだけど、独特のなんか、フローの空気感があって、ちょっとゆったりめで落ち着いてる感じ。そうだね。で、歌詞を見ていくとわかるんだけど、すごい、なんか、詩的というか、曲にできそうな歌詞してるというか。はい。なんかさ、すごい、呂布さんは、文学的な感じがする。ああ、そう、文学的だなっていう。そうだね。語彙がさ、ちょっと、
と小説とか比喩表現みたいなのとかが感じる。詩的な感覚すごいする。そんな感じ。聞いてて楽しいよね。で、それで、自分の世界観を持って、その音楽とかに乗らないのかなって思ったら、言葉の中で、なんか裏声出して、値段を跳ね上げるのが俺のやり方みたいな感じで、ちょっと自由な感じがすごい、なんか、呂布さんの元々のイメージが魔王感というか、魔王感動かない感じかと思ったら、そういうちょっとした乗り方もできるぜ、みたいなのを出してるのが、やっぱ強いなって思いながら。なんか、あ、そこでそんな風に遊ぶんだっていうのがあるよね。そう。インマンとかは、本当に、相手のことガン無視してるから、楽しく。いや、なんかもうあそこまで行くとすがすがしいけどね。楽しい。なんか、00世代は、そういう、とんがってる人が多くて、他の世代のラッパーとかって全体的に強かったりとかする人が多いんだけど、その、20歳の00世代は、なんか、陰に特化してるインマン、あとはフローに特化してる、風魔の小太郎ってやつがいて、あの人は、陰も踏まねえは、相手のことを返さないけど、音に乗って遊んでる。なんか、ひたすら。自分のスタイルがさ、確立しないとさ、もうだってあれじゃんね。お笑いじゃないけどさ、もう飽和してるじゃんね、かなり。芸人じゃないけど。もうなんか新しいことっていうか、本当に自分のスタイル打ち出さないとさ、埋もれてっちゃうじゃんね。あ、そうね。大変やろうなって思うけど。まあ誰かのスタイルとかと似たようなやつで出てくると、お前誰々のパクリだろって言われるから。厳しいなシンさんの話めっちゃしたい。いいよ。やべ、もしかしたら俺より詳しくなっちゃったかもしれない。いや、そんなことない。全然そんなことないから。初見の感想はよ。初見の感想は、